コーヒータイム。今日はね、ドロップコーヒー。まあ、これでね、ドロップコーヒーはね、全部おしまいっていう感じですね。で、今日で、このね、ECMB10 使い始めて3日目、ちょうど3日目なんですけど、ね、もう早くもね、ちょっと挫折しそうな感じ。正面からの音声はね、めちゃくちゃ綺麗なんですよ。なんですけど、ちょっとね、そのスポットから外れ、まあ、もちろんしょうがないんですけど、その、英指向性とか、そういう風な形にしていれば、もちろんそれはそれで当然なんですけど、その、英指向のね、指向の先を、方向をね、自由にできないっていうのが結構ストレスで、まあ、例えばこの、今はね、全指向、無指向性で撮ってるんですけど、これとかも結構ね、音声って壁でね、反射しちゃうんですよ。で、ここって、こっち側にね、すぐに、キッチンなんで、壁があるんですよね。で、そういうところに反射した音声がやっぱり乗ってしまって、少しね、グワングワンした感じになってしまうんですよ。なのでね、そういうのがね、結構、微妙に感じてしまうんですよね。ただ本当に、その、最後にね、まあ、今日の締めみたいな感じで動画撮った時にの音声はめちゃくちゃ綺麗なんですよね。ほんとね、紙マイクたるゆえんみたいな感じで、と、入れ終わってしまった。はい、コーヒー入れ終わりました。ほんとにね、その正面から撮った時っていうか、その指向性が合致した時の音声っていうのがめちゃくちゃ綺麗で、で、ノイズとかもね、MK200 で撮ってた時よりも全然少なく撮れるんですよね。キャンセルされてるなっていう感じなんで。まあいいや、ちょっとコーヒー飲みながら話しましょう。はい、コーヒーいただきまーす。うん、いい香り。うん、美味しい。ちょうどね、このドロップコーヒーっていうのは、どうだったっけ、スイスだったかな、スイスのね、コーヒーのその焙煎場で、一斉丹じゃないわ、阪急だったかな、阪急でその北欧フェアみたいなのをやってて、で、それの時にたまたまね、日本で買えたっていうやつなので、まあこれで買えるのは最後かな、まあ飲むのは最後かなっていう感じではあるんですけどね。結構ね、その香りはすごい良かったので、うん、サードウェーブ系の酸っぱいのが好きな人は、まあ、もしね、手に入れる機会があったら、まあ、試してみるのもいいんじゃないかなと思います。で、マイクの話なんですけど、今ね、A 指向性っていう風に、こっち側だけにね、もう、正面の本当にガッと、ここもう真正面にしか音声入らないみたいな形にしてるんですけど、本当にね、この噛み合った時の音声っていうのが、もう本当に綺麗に撮れるんですよね。で、ノイズキャンセル機能とか、あと、音声のね、そのレベル調節とかもすごい良くて、めちゃくちゃ聞きやすい。何も考えずに聞きやすい音声っていうかね、その動画が撮れる。音声の録画ができるっていうのが、やっぱね、そういう風なところで使うには、まあ、すごくいいなっていう感じはしましたね。ただ、その日々のワンオペで、もうあっちから撮ったりこっちから撮ったりみたいなことやってるような僕みたいなスタイルの人に関しては、ちょっとね、その合致するところを、なんていうの、移動させられない、うん、その、こっちに向けたりね、こっちに向けたりみたいなのができないっていうのはね、ちょっと厳しいなって感じですね。うん、例えば、たまに、奥さんとね、話しながら、なんか味見したりとかしてて、で、そういう時に、MKE200 だと、僕の方しか取れないんですよ。なんで、奥さんの声がすごい小さくなってしまったりとかするんですけど、そういう時には無指向性にしたりとか、前側のね、
指向性にし指向性をね変えてやってやればだいぶね他の人の音声とかも入りやすいんでいいかなと思いますけどね。うん、まあ今週末ねちょっとまた筋トレ会みたいなのをやろうと思っているので、その時にねちょっとこのマイクで試してみれば他のね参加してる人の声とかも入るんじゃないかなと。まあ臨場感がね余計もっとね高まった動画が作れるのかなっていう風なのはあるのでちょっと試したいところですね。あとはまあちょっと出歩いていろんなところで撮ってみたいなって感じですね。ちょっとね平日なんでなかなか出かけるっていうのは難しいんですけど、外のテストとかもしてみたいな。はい、そんな感じです。まあまだまだね、まあとはいえ、まあ、今週1週間はこの ECM B10 でね撮り続けてみたいなとは思っているんで、またね気づきみたいなのがあったら報告したいなと思います。